こんにちはということで、一人どうしたんやっていうところですけど、今日はですね、前回もクレイさんとのコラボ動画でガチャをやらせてもらったんですけど、あれはクレイさんのそのプロスピエースの中でガチャやらせてもらったんですけど、まあ、最近ねダルビッシュとかもめちゃくちゃプロスピで盛り上がってますけど、僕も去年プロスピの大会出させてもらって解説とかさせてもらったりとか、プロスピエースでも小宮山さん、西さん、赤星、そして里崎で解説がね、なんかおいいですねとかっていうのがなんかバズらんかなとは思ってますけども、あとあれですよね、頑張れオリックス日本一っていうね、これが生の実況ですっていうところで、里崎もですねプロスピでガチの解説をしながら各バッターの特徴とか配球の仕方、リードの仕方をキャッチャーの心の声っていうのを試しながら、キャッチャーのスキルでどこまでプロスピで結果を残せるのかっていうのを実証していきたいなと思うんですけど、まずはガチャを引かなきゃいけないんで、ガチャを引きたいと思いますけども、一つはですねプロスピエースマンスリー感謝祭 10連プレゼントっていうやつをですねやっててですね、無料で引けるガチャを引いてたんで、ちょっとここ動画だけお送りします。どうぞ。誰が当たるか、やっぱり1回限り無料で S ラン確定1人もらえるっていうところで、まあぜひとも欲しいなと。で、その時中継ぎがちょっと薄いんで、中継ぎ欲しいなっていうところで、絶対もらえる無料ガチャっていいですよね。それを引いてみた結果がどうなるかっていうところですけど、なんかガチャっていいですよね。ドキドキしますよね。まあ、ここで笑顔がにっこり出て、さあ何出るっていうことで、西野、福田、宮崎、東条、上林、小島、峰井で今宮で、ここからさあ誰やっていうところで、中日のね藤島選手が引けたっていうところで、まあ今年ですね中日を優勝予想している僕としては頼もしい選手がチーム佐々木に加入したなっていうところですけど、であと今回ですね、今やってるですねゴールデンウィークスペシャルと10連福袋購入1回目は S ランク選手1人確定っていうのをやってですね、ショートですね、ショート僕ショートがいないんですよ。でショートがですね田中幸雄さんがショートを守ってまして、ショートが欲しいっていうところでショートを当てたいっていうところですね、ガチャを今からやりたいと思いますけど、西武は源田、ソフトバンク今宮で茂木で藤岡で中島拓也で足立でジャイアンツ坂本で大和ベイスターズで阪神が木浪、カープが田中康介でドラゴンズ京田のヤクルトエスクバ、いや坂本欲しいですね。まあロッテでやってるんでね、ロッテが取れればいいですけど、さあやってみましょう。ここではい、いきますよ。1回目の購入、さあおこれ星が出てたら多分なんかいいんですよね、感じ的には。さあここで長押しして、ドゥルルル、おこれ光ったら確かいいって言ってたっすよね。おあ、まあ S1 人は絶対当たるんですもんね。さあ誰だで、こっからキャッチャーが飛ばされて、にっこりマークが出てからの誰や、おいきなり、おい乗り物の S いきなりっていうことは2人当たるってこと。乗り物はでかい。僕は今12球団でやっぱ山本にと同じようにすごいっていうね、乗り物が当たって、で最後誰や、ショートは坂本来たー、坂本来ましたということで、乗り物と坂本の S が1回目で当たるっていう、これかなり強運の持ち主なんじゃないのかっていうところですね。ここからですねリアルタイム対戦っていうところをですねやって、ガチのキャッチャーの目から見た対戦相手の弱点を探りながら、ガチの配球をしてどこまで抑えれるかっていうのをですねやっていきたいと思いますけど、人を対戦するいますね。じゃあここからガチの試合で初めて外出しますね、初めての対戦をやってみましょう。さあ2イニングマッチですね、まだルーキーランクなんで、ルーキーランクから、まあ、どこまで上がれるかを今からやっていこうっていうところで、さあ人を探します。さあこれでいないっていうパターンもあるんですかね。
対戦相手見つかりましたって。ここです。お互い1連勝中だって。さあというところで里崎左ですね。マリーンズこういうオーダーになってます。先発は枠ですね。頑張ってほしいですね。大山選手ですね。基本引っ張り系やと思うんでね、初球は簡単にカーブからカウント取りましょう。打たれてるし、近藤選手はアウトローを引っ掛けさせてゲッツー取りたい。選球眼いいや。外にスピリット落としてセカンドゴロ。おボール。外からのカーブでカウントを取って、あファールか。外を見せたんでインハイに、ここでファール。おボール。コントロール乱すね今日。はい、詰まって落ちてるし、詰まらしたのに。さあゲッツーシフトにして、さあアウトコースでカウントを整えながら、お3連打いきなりノーアウト満塁なんだけど、全然通用せえへんねんけど、やばくない？涌井頑張って、もう犠牲フライでいって、まあノーアウト満塁でも犠牲フライは仕方ない、ここは取られても。マッチは初球から振ってくるからね。カーブの低めで様子見よう。そう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 。で今度はアウトコースボール球になるストライダー。ファール、キャッチャー、もういいね。まあまあノーアウト満塁1点で収めたから、まあまあ良かったですね。さあ行きましょう。先発相手上茶谷、一番鈴木大地、頼むよ。際どいとこ攻めてくるね。ボール見えてる見えてる。外すら、いいところから曲げてきた。ああ、いい当たりだけど、ファーストゴロ。坂本頼むよ。おお、高めのストレート、いい球。ああボール球くさい、引っ掛けた。さあ吉田正尚3番頼むよ。どうなの、かータイミング合わず、完璧に三者凡退抑えられてます。構造のバッターは小園。マリーンズ1点ビハインドで迎える最終回です。佐藤さん、最初球時バッターは DH 北川、バックイン。まずは初回配球が甘すぎたな、コントロールと。バッターは9番に入っている大
ぱ2球続けた打つな。さあ2アウト2塁、インコースをしっかりついてからの打たれた何しとんねんって、完璧打たれてるやん。さあ最終回2対0ノーヒットノーラン、クラウンちゃん最高よ。いたー、ちっとは見逃さずホームラン、さすがマッチ、いいね、いいね。さあここからあと1点差よ。おお早い、ナイス。今ミスコントロール、こっちもミスショット、この先頼むよ。ああ、ボール球持っちゃった。亀井頼むよ。欲しいね。当たるんか、今当たってたろ。どうなの、ファール、ファール、あー手がです、合わしきれなかった。秋山頼むよ、ルイでよ、なんとかど真ん中の嫉妬を潜んじた負けたー、2対1で、まあこんな感じですねっていうところでですね、負けちゃいましたけど、初心者から初めてどこまで頑張れるかっていう、負けた試合もどんどん世の中発信していくんで、うまくなっている術を見てほしいですね。ということで今回は残念ながら負けました。マッチ、ナイスバッティング。